グランデピオレ吉村、グランデピオレ吉村。おはよう、こんにちは、こんばんは、ダンキンです。この動画はサムチアが勝ったことによって祝勝会だ。もう嬉しい、もうなんと嬉しい、ホーム初勝利ですよ。皆さんもう嬉しいでしょ。これはこちら見ていきましょう。今日の結果です。ルヴァンカップ初勝利ではないけど、ホーム初勝利ね、これはね。うん、初勝利だー。この瞬間を待ちわびていた。ホーム初勝利、ルヴァンカップ広島、鳥栖サムレッチェ広島 VS 鳥栖1対0お待ち勝利。フェリペシオがナイスマジ神だ。これはもう嬉しいね。明日からまた本番ですこな気がしますよ。これはなんだろう、サポーターはこの瞬間待っていました。もうね、ブーイングも何回もありましたよ。もう全部流してこっから上へ参りましょう。上へ、上へね。はい、今日だけはね、喜んで参りたいね。ゴールシーンっていうのはね、本当にね、このフィリペ選手らしい特徴でしたよね。やっぱり、ね、これまで苦しい思いしてきた中で、フィリペ選手はやっぱり、サポーターに恩返しをしたいという形でしたので、まあ今日ね、決めてもらえて、よかったですよ。もう、はい。本当にね、今日だけ喜んでね、明日からまた切り替えて、次はリーグ戦あるんで、それに備えて、そのリーグ戦も勝って、で、その、ね、今月のホーム、最後は、今月、ラストは、ジュビロ磐田だったかな ?5 月27日、土曜日。そこでも、勝って、もう、頂点あるのみですよ、サムレッチは。はい。あーもう嬉しい、今日は嬉しいよ。グランデピオレ、広島で、結局誰が劇場したのかって気になるよね、やっぱり。うん。多分、知ってないかな。うん。知ってないと思います、多分。まあでも、勝ったことに嬉しい。僕は、サムレッチェ、広島のサポーターである。ことに、これに思いますよね。はい。もう、たまんない。祝勝会。あげ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 。今からね、多分、サムレッチェ見に行かれた方は、もうビールで飲みまくると思いますが、もう、僕も、この夜、サムレッチェ、ああいうプレイがうまかったなとか言いながら、はい、語りたいなと思います。ってことで、サムレッチェ広島祝勝会ってことで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。この動画もし良ければ、グッドボタンお願いします。じゃあの。